アール・スタンリー・ガードナーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、モールデン生まれの推理作家、弁護士。ミドルネームは、スタンレー、スタンリ、スタンレーなどの表記もある。法廷弁護士、ペリー・メイスンシリーズの作者として知られる。同シリーズの長編82冊の他に、小説以外のものも含め、彼の作品は、約900編に及ぶ。別名に、AA フェア、カイル・コーニング、 チャールズ・エム・グリーン、カールトン・ケンドレーク、チャールズ・ジェケニー、レスティル・レイ、ロバート・パーなどがある。父親は鉱山技師であったため、幼少期は各地を転々とする。1909年にパロ・アルト高校を卒業、インディアナ州のバール・パライソ大学に入学するが1ヶ月で中退する。法律事務所に入り、 1911年に独学で司法試験に合格して弁護士となった。2年後に独立し、カリフォルニア州マーセドに自身の弁護士事務所を開く。しかしすぐにオックスナードの IW スチュワート事務所に加わり、1918年まで在籍した。1912年、ナタリー・フランセス・タルボットと結婚、娘グレースを設ける。カリフォルニア州ベンチュラに転居し、 そこで1933年まで弁護士を務める。1937年、カリフォルニア州テメキュラへ転居し、1970年3月11日に死去するまで生涯をそこで過ごした。1968年、長年にわたり秘書を務めていたアグネス・ジーン・ベセルと結婚した。弁護士業の傍ら、様々なペンネームを用いてパルプマガジンに 短編小説を書き始め、ブリーズ・イ・ストーリーズ市1921年6月号に掲載された短編、ザ・ポリス・オブ・ザ・ハウスでデビューする。青年義族である怪盗レス・ター・リース、弁護士兼、コーニング、ケンジ・ダグラス・セルビー、エド・ジェンキンスなど多くのシリーズキャラクターを創造した。中でも最も成功したキャラクターは、1933年、ビロードの爪で登場した、弁護士。 ペリー・メイスンである。この成功によって一躍有名作家となった彼は1934年には弁護士を止めて専業作家となった。ガードナーが a f アのペンネームで書いたのが私立探偵バーサクールとドナルド・ラムを主人公としたクールラムシリーズである。地方検事、ダグセルビーと彼の宿敵悪徳弁護士 AB カーのシリーズは ペリー・メイソンとは逆の方向から描かれている。第二次世界大戦後、最後の法廷というプロジェクトを組織し、法律と調査の専門家である仲間たちと共に、自ら先頭に立って、冤罪で有罪判決を受けた人々の再審請求に尽力した。1952年に、江戸川賞犯罪実話賞を受賞した。また1962年には、巨匠賞を受賞した。 非常に多作かつ即筆の作家として有名である。また原稿を作らずテープ起こしを利用する独特の著作スタイルであった。多多数あり。ありがとうございます。